足利フラワーパーク駅は、栃木県足利市狭間マ館長ア本郷にある、東日本旅客鉄道両毛線の駅である。2018年4月1日に開業した。足利フラワーパークと、栗田美術館に挟まれた足利市、狭間町の地点への新駅設置について、2016年に、足利市と東日本旅客鉄道高崎支社の間で、 合意され、2017年4月25日に、基本協定書、同年6月19日付で、事業施行協定を締結、同年8月9日に着工した。なお、設置場所はかつて、富田駅足利駅間に存在した東足利駅10月1日、休止、1987年4月1日廃止の、位置とは異なる。 開業は、栃木県でのデスティネーションキャンペーン開催に合わせた2018年4月1日と、し、開業後は、足利フラワーパークまでの鉄道でのアクセスが、富田駅からの徒歩約13分から最短1分へ、大幅に短縮された。駅名は、足利市が2017年7月に、市民対象の工房を実施。同年12月7日に、JR 東日本により、 市民投票の最多得票だった、足利フラワーパーク駅に最終決定された。足利市によると、総事業費は契約15億円と推定されており、駅本体の整備費約8億1900万円は、市が約3億9600万円、JR が約3億2300万円、県が1億円をそれぞれ負担する。このほか 駅前広場整備の見込み額4億円を主単独で負担し、スイカの導入費用については別途協議する予定としていた。足利フラワーパーク来場者に占める鉄道利用の比率は、足利市が2016年5月に実施した調査で9%となっている。足利市では、新駅設置により比率を20%程度に高め、シーズン中の渋滞緩和を狙っている。 足利市は、足利フラワーパークの来客ピーク時に、足利市中心部に近い渡瀬川河川実機などに、数百台分の駐車場を確保し、足利駅から電車で往復してもらうパークトレインライドを計画している。これにより、足利フラワーパークの来場者が、市中心部で買い物、飲食を楽しんだり、足利学校やバンナジと周遊したりする効果を期待している。なお、 両毛線への新駅設置は1999年の前橋大島駅以来19年ぶり、JR 東日本高崎支社管内では2004年の高崎豊山町駅以来14年ぶり、栃木県内の JR 線では1983年の自治以外駅以来35年ぶりとなる。短式ホーム一面一線、ホーム長130メートルの構造となり、駅舎は、 線路の南側のみに設置される。両毛線の単線区間で交換設備を持たない駅は当駅と大閉した駅のみである。駅舎はガラスブロックを用い、夜間は LED 照明でライトアップを行う。簡易水カ改札機、自動券売機設置。足利駅管理の無人駅。ただし繁忙期には友人対応を行う。開業時より独自の発車メロディとして、 古沢岩尾のファインデーを使用する。この曲は2007年から2010年までテレビ朝日系列の情報番組ヤジウマプラスのテーマ曲として使われたもので、古沢本人の演奏により上り専用、下り専用として改めて収録した。ありがとうございます。